そちら目はマスミが出てきた。ではパンストを顔につけてください。よし、死んだよ。やばいよ。執行お願いします。いた、よし、いた、バケモンや、バケモンやね。もう一回じゃあお願いします。彼女は NSC で特殊な訓練を受けました。これがお笑いサイボーグです。え、よっしゃ、どういうこと、どういうこと、ど残ってるってことは、とは2番目そうなるんですね。そうなるんですよ。実はあなたにも電流を流れてたんですが、痛みに強かったってことです。いける？お願いします。いった！なんでよ！なんでよ！さあ、それでは、まず一組目、山下ギャンブルゴリラと純吉のユニットのネタ、お願いします。お願いします。ギャンゴリと純吉で、ギャンゴリ純吉で喋れよ、俺喋ってるやで、ね、何かぶしてるさっき喋んねん、お前何かぶしてるよ、お前。いや、俺のが小切れやろ。何が小切れ、ジェルとかつけて、お前なんでジェルつけてんねん、お前ジェルええやろ、漫才ジェルつけんかい。なんでジェルつけなあかんねん、誰がそんな、お前デブで重めの頭すんねん誰がそんな髪型切れんでええやろ、別にな。ええねん、お前怖いね、とにかくお前。怖ない、お前のが嫌やねん。ずっと怖いね、お前。怖ないわ、最低だもん。お前不気味やねん気味悪いねん、お前。嫌やねん、お前な、俺。嫌やねん。さあ、というわけで、審査 は、審査員の方々、話し合っていただいてね、3位から1位言ってくれてくださいということで、はい、その間にさ、うん、あのシングル東をちょっと見せてくれて、シングル東時間が今、審査待ちなんで、審査待ちなんで、はい、それでは参りましょう、シングル
シングルガシやどうも、シングルガシですお願いしますショートコントコンビニえ行けんの私はコンビニ弁当買いに行こうウィーンいらっしゃいませあじゃあこれにしようすいませんお願いしますあはいピこちら温めどうされますか温めお願いしますあかしこまりましたお前摩擦で温めんなはい東東東すごいコードもある続きましてクズコンタイはいやりたい言葉ロック、はい、さあというわけでこちらのブロックはただただやりたいことを披露していただくブロックでございますということで続けて、ご覧くださいどうぞこんにちは浜田雄太郎ですよろしくお願いしますこんにちはお願いします違う違う僕はあのピンでやってるんでねあさっきの相方ちゃうんやあれさっきの今の人はい今の人は相方じゃなくてあれ相方は何やんそれいやいやそれあの連れてきてもらってるんです僕あのね生まれつき目が見えなくてスタッフさんうわ最悪やなそれ最悪じゃない全然最悪じゃないそれでも芸人やってますからこの間難波の街歩いてたらねおばちゃんが声かけてきてくれておばちゃんな、おばちゃんなんて言われてるおばちゃんがねそのねまあ兄ちゃん目の見えへん芸人さんやなって俺のこと知ってくれだったんですよ知ってな出てんのなんかあれ、はいまあ、ガンガン入ってくるないやそうなんですよなんか出た言われたんですほんなねそのおばちゃんがでも兄ちゃん目見えてへんけど匂いでわかるやろ私今カステラ食べてんねんっていや知らんがなって思いながらね俺も同じこと言われたことあるあるんかい超えてこないでくださいよこいつすっげーわー帰れって最後いや帰れそれで終わりチロルおはよう。ヨンさんおはようございます。あのチロルのためにあのギャグ考えてきたんだけど。え見してもらっていいですか。お薬飲むとこ見せるね。無理。お前にこの帽子をやる。帽子タックスシーン。絶対に。絶対に返しに来いよ。これは帽子。取るよ。We are。はげてー。さあ始まりました。今回のフェスはどこが勝つのか。それではまず。おお、志村君。前に出てください。頼む熱いなぁ
セブンマイシです。盛り上がっていきましょう。セブンマイシでトモヨイコーキュミゴー。あの場所めがけみんなで駆け出せ、見てる前だけ顔は晴れ晴れ、当たり前変わり映えない日々が、実は大事かけがえない意味が、明かした夢の話がいつの間にか僕の目を覚ました。でかい世界へと願い描いて、この冒険を共に続けてこう。もし君があってもなく遠ざかる星空を眺めながら、言葉なく君のそばにいるから、決して一人にはしないから、何十年先も君を友達って思ってる、辛い時は何でも話してよ、いいことばかりじゃない、この先の僕らの毎日にこれだけはずっと言える、本当ありがとう。